せ敵はその心配は当分ねえはずだ。十尾を真珠にするのに必要な生贄を持ってねえからな。お前には感謝している。俺に届きます。砂利ごときが。いかなる強者も、得てして最後の瞬間はあっけないだった。観念しろ。全員が盗賊団の一味には見えねえんだけど、この村の人たちって全員奴らの仲間なんだ。近くにいたのは2人、あれが依頼人の勝負さんとよもぎさんだと思う。ああいりません、無駄遣いしなくていいから。